はいどうも、白熊先生です。えー、僕はですね、普段教育業界で働いていて、子供たちに勉強しててるわけなんですけども、えー、このチャンネルはそんな僕が世の中のヤバいニュースについて解説,解説考察していこうっていうね、えー、チャンネルとなっております。よかったらラジオ的な感覚でお楽しみください。 えー、今回取り上げたいニュースは何かっていうとですね、まあ、何かとですね、今まで話題になってきたですね、キングコングの西野昭弘さんがですね、なんと大物のですね、ビートたけしさんに罵倒されたという話題がですね、今ね、結構ね、バズっちゃってるわけなんですね。まあ、しかしなんですけども、それをバズらしたですね、ある人物に対して西野さんがめちゃくちゃキレてます。まあ、今回はそれの詳細だったりとか、この騒動の行くぜについてね、考えていこうかなというふうに思っております。 えまずなんですけども、この件はですね、その西野さんがですね、えー、音声プラットフォームのボイシーってやつでね、話してるわけなんですけども、まあ、これはですね、まあなんて言うんでしょうね、こう毎日こう推進できるですね、音声の日記みたいなやつなんですけども、まあそれで話してたわけなんですね。で、これは何かというとですね、 ある人物に対してですね、えー、そのいわゆる法的措置を取ることにしたということで、弁護士に今相談しているということを明かしたわけなんですね。で、このね、ことの発端って何かっていうと、X 上、まあ、要は Twitter ですね、のある投稿なわけなんですね。はい。えー、これ何かっていうとですね、 それを書いたのは渋谷めぐみさんというですね、作家兼ライターの方なんですね。で、この方が自分がですね、過去に見たテレビ番組についてですね、ツイートしていたわけなんですね。で、内容としては何かっていうと、その西野昭弘さんと、あとはタレント、まあ、芸人さんがな、松村邦弘さんね、あの、モノマネとかする人、ビートたけしの、うん。その松村さんのですね、住む部屋が紹介されるっていうね、番組だったんですね。で、そしたらですね、 そのネタのですねメモ、メモ書きなどがですね、散らかったですね、その松村さんのですね、部屋があるんですけども、まあ実際この松村邦弘さんの部屋って結構汚いっていうのは芸人界では有名な話なんですよね。で、その汚い部屋の VTR に対して西野さんがですね、それをけなしたと。はい。で、そしたら何が起きたかっていうと、スタジオにいたビートたけしさんがですね、その西野さんのことをですね、めちゃくちゃ叱って、そのまま罵倒したっていう話なんですよね。うん。 で、そんなツイートをですね、この渋谷めぐみさんが自分はここにこんな番組を見たんだ、みたいな感じで、まあ、ある種こう西野さんを貶めると言いますか、まあ、そんな内容のツイートをしたわけなんですね。で、そしたらですね、それが結構いろんな人に見られてですね、どうやらインプレッション数、これインプレッション数って何かっていうと、見られた数って意味なんですけども、100万人以上の人に見られるくらいのですね、まあ、結構な、まあまあなバズりになったわけなんですよね。うん。で、そしたらですね、そこに西野さんがですね、切れた、切れ出したわけなんですよね。うん。え、という何かっていうと、まあ、そもそもですね、 しのさん自体,自体がですね。そうした番組へのですね。出演だったりとか、共演者たちとのやり取りが全く記憶にないっていう話らしいんですよ。うん、要はえなんかこのツイートやけに読まれてるけど、俺そんな番組に出たかな。いや。そもそも俺ビートトピッスさんにそんな罵倒された。記憶ないぞ。みたいなうん。 ただですね、西野さんも最初はですね、もしかしたら自分が忘れてるのかなと思ったらしくてですね、どうやらその過去の出演番組などをですね、チェックまでしたらしいんですよね。うん。まあこれなかなかですよね、わざわざ過去のね、出演番組まで一気にチェックして、実際に自分が忘れてるかどうかっていうね、そこまで確かめたわけなんですから。はい。で、しかしながらですね、結局チェックした結果、どうやら見つからなかったらしいんですよね。うん。 で、そしたらですね、西野さんは自身のツイッターを更新してですね、渋谷さんに対してですね、いわゆるその抗議をしたわけなんですね。で内容としてはですね、えー、僕自身こういった番組に出演した、えー、記憶もなく、スタッフと共にリサーチしたところ、その記憶も見当たらず、えー、とても困っています。投稿を見る限り、やりとりはほぼ一言一個覚えていらっしゃるようですが、番組名をお忘れ,お忘れになられたとのこと、本当に存在した番組なのでしょうか回答をいただけるとか、助かりますというふうに、えー、質問を送ったわけなんですね。うん で、そしたらですね、渋谷さんは、割とですね、早い段階でですね、謝罪を送りました、えー。私の軽率な投稿で多大なご迷惑をおかけしました。曖昧な記憶のまま、記憶のまま、西野様のお名前を出してしまったことを謝罪します。本当に申し訳ありませんでしたと言って、この当該のですね、投稿を削除したわけなんですね。うん。まあ、だから、この渋谷さんからするとですね、まあ、完全に勘違いしていたのか、それとも、その西野さんをですね、貶めるために、ゼロ一でですね、番組を頭の中で作り出したのか、まあ、どっちかわかんないですけど、まあ、おそらく 勘違いなんじゃないかなって思うんですよね。うん まあ確かにね、西野さんって炎上王なんて過去には言われていてですね、いろいろとアンチもいますけども、さすがにね、この作家兼ライターっていうですね、物書き物を書く仕事をしてるですね、この渋谷さんが01で全くね、話を最初から作り出して書くっていうのは、さすがにちょっとね、リスキーだし、それは考えつかない、つけ、考えられないと僕は思うんですよ。まあなので、ちょっとこう、勘違いの部分が大きかったのかなっていうふうに僕としては思います。はい。で、まあこれでですね、まあじゃあ一件落着とね、相手の方もすぐ謝ってツイートも消した だから、はい、これで一見落着と思いきやですねそう、西野さんのですね、まあ、怒りが全然収まってないわけなんですよね。うん というのも、西野さんはですね、このデマ投稿が拡散されて、多くのネットユーザーが閲覧したということを問題視してですね、弁護士さんに相談したらしいんですよね。はい。で、この件に関してですね、なかったことを証明するためには、めっちゃすごい量を調べなきゃいけない。それってめっちゃ時間を持ってかれるんですよ。年末のこの忙しい時にやめてくれ。これは本当に偽計業務妨害。本当に困ったって言ってるわけなんですね。うん。 で、さらにこう言ってますね。渋谷さんは100万人くらいにバーって自分の X、まあツイッターを広げて自分の書籍を宣伝できたかもしれないけれど、削除したから OK ではなくて、私の誤認でした、勘違いでしたと、あなたのフォロワーが、あなたに、え、あなたのフォロワーとか、あなたが発信した人に、あなたから説明してよというふうに渋谷さんに伝えたっていう話みたいですね。うん。 で、えー、さらにこう言いましたえ。こういうことが当たり前になってしまっているのってめっちゃ大変。そんな01の熱造なんてこれからチャット GPT でいくらでもできるわけでしょそれやられた側が悪魔の証明をしなければいけないって本当に大変だと。えー、弁護士を立ててちゃんとやりとりをさせていただきますけど、めちゃくちゃいろんなものを奪われたのは間違いない。自分の中で精神的に削られたのもあるけど、何より時間をめっちゃ持っていかれた。被害者はずっとこんなのをやらなきゃいけないのというふうにですね、えー、疑問を投げかけたっていう感じですね。はい。そして渋谷さんに対しては、 ですねお聞きであれば連絡ください。ちゃんと受け止めてほしい。というふうに呼びかけたということですね。はい。ということで、うん。 西野さんはですね、全くですね、まあ、怒りが収まっておらずですね、偽計業務妨害罪ということでですね、まあ、えー、なんでしょう、法的措置といいますか、そういうのに出ようとしてるのかもしれませんね。うん。まあ、民事、民事で、まあ、もしくはね、医者料を取るとか、まあ、そういうことも考えているのかなっていう感じですね。はい。まあ、それが今回、それがですね、今回ね、まあ、西野さんが起こしたね、騒動といいますか、巻き込まれた騒動っていう感じかな、となっております。じゃあですね、ここに関して僕が何を思ったのかっていう話なんですけども、うん。 まあ、まずこの件だけに関して言うと、西野さんは完全被害者ですよね。さすがにね、全く自分が言ってないことでですね、こういうふうに大ごとになるのは、ちょっと可哀想ですよね。まあ、特に相手がビートたけしさんっていうですね、業界の大物ってなるとですね、まあ余計その辺はちょっとね、えー、大変な部分もあるのかなっていうふうに思います。まあ、ただですね、僕ね、これね、ちょっと一個思ったことがあって、それ何かっていうとですね、よくよく考えてみると、こういうふうに西野さんのことが話題になるのって、久しぶりなって思ったんですよ。はい。えという何かっていうとですね、皆さんね、西野さんって一時期めちゃくちゃネットに ニュースになってたと思うんですよ皆さん。めっちゃくちゃ。うん。で、それっていつぐらいの時かっていうと、まだ吉本にいた頃で、今はね、吉本退社されてますけども、当時吉本にいて、あの、煙突町のプペルっていうさ、あの、絵本を描いて、その絵本が映画化してっていう流れあったじゃないですか。で、オンラインサロン作ってとか、いろいろありましたよね。で、あの時期ってさ、西野さんってめちゃくちゃ話題になってたと思うんですよ。めちゃくちゃ。うん。で、当時の西野さんの何がすごいところかっていうと、もう一挙手一投足が全部ネットニュースになるんですよね。全部ネットニュースになる。うん。 はい。まあ、西野さんもですね、結構ね、突っ込んだ言い方といいますか、そんな挑発的な言い方しなくていいだろう、みたいなことを結構言っていたのもあるんですけども、まあ、その都度その都度ですね、全部がネットニュースになって、まあ、結果としてこの炎突末のプペルっていう作品の広がりにですね、まあ、かなり影響を与えたと僕は思うんですよね。うん。まあ、実際問題僕って別にその西野さんの特別ファンなわけでもなければ、特別嫌いな人なわけでもないんですよ。まあ、しかしですね、当時僕、普通にスマホとかいじってたら、もうガンガン西野さんの情報が入ってくるっていうか、それこそネットニュースとか見てても、 その煙突町ののプペルの話ガガンガン入ってくるわけですよ、まあ、つまり、その西野さんが良くも悪くも話題になることによって、煙突町のプペルっていう作品が、あ、これが今映画化されたのか、あ、これが今公開されてるのかとかですね、そういうことが別にその西野さんの情報を知ろうとしない僕のところにも結構入ってくるっていう状況になってたんですよね。うん。で、それって多分皆さんもそういう部分あるんじゃないかなって思うんですよ。 ま、しかしながらですよ、皆さん。しかしながら、西野さんって今何してるか全くわかんなくないですかって話なんですよ。はい。まあ、吉本もやめられて、で今も多分勢力的にすごいね、活動されてると思うんですよね。行動力ある方ですし、多分新しい何かプロジェクトだったりとか、新しい作品だったりとか、もうそれこそ映画とか作ってるのかね、アニメ作ってるのか多分わかんないですけど、まあ、また絵本作ってるのかとかね、まあ、何かわかんないですけど、とにかく何か絶対勢力的に活動されてるはずなわけじゃないですか。うん。でも、どうです、皆さん。西野さんが今何してるか全然わかんない人って多い、と思いませんかって話なんですよ、僕 みたいにうん、でこれって何かっていうとやっぱり昔に比べると勢いが落ちてしまったのはあるのかなっていうふうにすごく思いました。という何かっていうと僕の中でブレイクって何ぞやって話なんですけどブレイクっていうのはその興味がない人にまで情報が伝わってくるようになった時がブレイクなんじゃないかなっていうふうに僕としては思うんですよね。うん それこそ、例えば、例を挙げて言うんであれば、あの、ミチョパさんっているじゃないですか、ギャルタレントとね。はいで。あの方って、テレビでね、まあ、ブレイクするというか、活躍する前の段階で、モデルさんとしてはすごい有名だったわけですよね。いわゆるその、若い女の子を呼ぶような雑誌で、その、モデルさんとして有名だったわけですよ。はい。だから、多分、中代の女の子からすると、みちょぱさんって、まあ、皆さん知ってらっしゃる方だったんですね。でも、僕みたいな成人男性からすると、みちょぱさんって全く知らないんですよ、当時。うん、当たり前ですけど、どんだけ彼女が雑誌で活躍していても、みちょぱ、なんだそれっていう感じなんですよ。はい。でそういう だって全、世代全体で言うと多分僕派の方が多かったと思うんですよね。しかし、みちょぱさんがこういう風にテレビでブレイクした結果、本来だったら知るはずのなかった、知り得るはずのなかったみちょぱさんという存在を僕が知れたわけですよ。ね。で、僕と同じような人でいっぱいいると思うんですよ。うん。まあ、つまり何が言いたいかっていうと、そのブレイクする、本当の意味だよね。本当の意味でブレイクするって何かっていうと、それに興味がない、そのジャンルにすら興味がない人たちのところまで情報が届くっていうことが僕はブレイクって言うんじゃないかなっていう風に思うんですよね。うん。 あもちろん、みちょぱさんは、そのね、今言った僕の定義であるブレイクになる以前から、そのモデル界では有名だったし、モデル界では食えていたと思いますよ、全然。なんですけどもって話ね。うん。で、それでいくと、まさにその西野さんの例ってさっきの話に当てられるそうじゃないですかって話なんですよね。うん。皆さんも、ね、特に別に西野さんのことを追っていなくても、西野さんの情報が入ってきたと思うんですよ。それ何かっていうと、まさにいろんな意味で西野さんがブレイクしていたってことだと思うんですね。良くも悪くもね。うん、勢いがあったって言い換えてもいいかな。なんですけども、今現在の西野さんを見ると、なんか全然そういう情報 情報も入ってこないし、久しぶりに僕も今回、西野さんの情報を得たら、まあ、こういうね、ちょっとした、こう、まあ、まあ、騒動と言いますか、ね、法的措置騒動みたいな感じだったんで、うん。まあ、だからそう考えるとね、なんか、うん、まあ、もちろん西野さんは今でも多分めちゃくちゃ稼いでると思うし、何かしらしてると思うんですけども、まあ、ただ何をしてるかは全くわからない存在になっちゃったなっていうふうに思いました。うん。まあ、もちろんね、僕からね、スマホで西野昭弘でググったら簡単にすぐ出てくるんですけども、ただ以前は、ググんなくても勝手に入ってきたよねって話を僕はしたいんですよ。うん。 ね。まあ何ですよね。なんかよくオンラインサロンのですね、人数がすごい減ってるみたいな話もありますし、やっぱりね、こう、なんていうか、こう、浮き沈みってね、芸能界っていうんですか、浮き沈みってあるんだなっていう風になんかすごく、はい、思いましたね。うん。えー、というわけでですね、今回はコメントあります。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、すねコメントありましたらぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。